こんにちは。こんにちは。渡辺です。池田です。はい、今日は冒頭にもあったんですけど、前髪ね、こうやって癖がついてる時ってあると思うんですよね。で、その時に多分ね、皆さんのその癖の直し方と美容師側が考える直し方っていうのね、すごくズレがあったので、それについてね、今日は紹介していきたいと思います。通常皆さんだったらこう寝癖がついてる状態からこうやって溶かして、でその後にドライヤーをやると思います。でもそれだとこんな感じで治りません。はい、ここからが美容師が考えている寝癖の直し方です。まず水スプレー、これを使います。根元にこう分け目がついているところですね、そこをしっかりと濡らしていきます。どのぐらいつけたらいい？思ってる以上につけるやつだ。いや、もう結構ちょっともう顔にたまに垂れる、いやそれはやりすぎですけど、ぐらいしっかりと根元に水をつけてなじませます。こんな感じです。こんな感じでもしっかりと濡らした状態から、次は口で溶かしていきます。もうしっかりとね、分け目がなくなるぐらい溶かして、で次にドライヤーで乾かしていきます。で、乾かすときは根元やんな、乾かすときね。はい、はい、根元の癖を取りながらしっかりまっすぐなるように乾かしていきます。はい、根元だけを乾かした状態やんな。はい、根元だけで毛先が若干濡れてる状態で、次にこれ、ね、マジックカーラーですね、これを巻いていきます。前髪の部分を取り分けてマジックカーラーで巻いていきます。若干毛先が湿ってる状態ですね。これだと跡がカールの跡がつきやすいんで、ほんのり湿ってる状態で巻きつけます。で、その後にまたドライヤーで温風ですね、ちょっと乾かしていきます。温風で乾かした後に次に冷風で冷ましていきます。で、乾かし終わったら外していきます。で、形を整えていきます。こんな感じでね、カールがついて綺麗に分け目がなくなっている状態になってます。はい、ということで、もう皆さんがやる方法と美容師がやる方法についてね、紹介させてもらいました。結構もう本当にお友達とか、はい、お客様と話してた時に、もうそのままドライヤー行くみたいな、濡らすっていうこと自体結構みたいな、やらへん、めんどくさいのかもしれないのか分かんないですけど、ってなってもこっちがみたいな感じで結構盛り上がったんですけど、でも本当に水パッて濡らしてやるだけで全然変わってくるので、もう絶対めんどくさがらずに、もう水でシャシャッと濡らして、ドライヤーしっかりこう根元を乾かしてあげて、まあ、時短だったらカーラーもパッてつけてあげて、でもちょっとやっぱ癖気になる方とかはカーラー外した後にさらに軽くストレートアイロンを通してあげたらより綺麗になるよね、なるかなと思います。はい、やっぱりね、めんどくさ、なんか適当にやっちゃうとやっぱ適当な髪型しかならないですからね。なのでやっぱりこうしっかりと直すんであれば、水に濡らして、しっかりとねスタイリングしてあげたら、本当にね、前髪も綺麗になりますし、ちゃんとね整ってるようにも見えますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、この動画良かったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。さよなら。